今日はダパンプの ISSA さんを書いていきたいと思います。エアブラシを使って小さな絵を描いているベルソンです。よろしくお願いします。で、今日は ISSA さんを描いていきたいと思います。まあ、ダパンプの USA が2年ぐらい前か3年ぐらい前かめちゃめちゃ流行って今頃を描くというね、ちょっと ISSA さんを描いているんですけど、今日は白い段が使いづらくて、目にめちゃめちゃ時間がかかってしまった。で、やっぱちょっと似てねえかなっていう感じはあります。どう調子が悪いかというと、もう出したい、白を出したい時に出てくれず、もう引いた瞬間に出てほしいんだけど、気持ち出てないという感じなんだよね。でもね、思ったのはもうほぼ出ているぐらいの状態でガンを調整して、もう出てる、もうニードルをもう押し込んだらエアーが出るだけなんだけど、押し込んで引くことによって出るダブルアクションっていうガンを使っていて、調整次第ではもう押したら出るみたいな調整もできると。でもその出る出ないの超ギリギリというよりは、もうほぼ出ているみたいな状態で書いた方が、今日みたいになんか妙に時間をロスして書き上がるのが遅くなるのは防げるんじゃないかという。だからちょっと明日はそのもうガン、白いガンをもう出ちゃってる状態もう漏れてる状態で調整して変えてみようかなと思います。もう今日はね、いや、ガンを調整するときにその横の黒い付箋のところでガンを調整するんだけど、その細かい絵じゃなければ全然問題ないぐらいの調子の良さではあるんだよ。もう普通に描ける描けるのレベルなんだけど、もう細かいところを描こうとした時の調整にはなんかなってない。なんかね、怖いんだよね。その白を出したいけど、その徐々にニードルを引いていくといつかは出てくるんだけど、なんか引きすぎて白がドバーと出るっていう怖さがあるから、今日はこれで完成です。ではまたね。白いガンが使いづらくてめっちゃ苦労した。やばいやばい、スランプや。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターフォローよろしくお願いします。他の動画も見てね。それではまた。